君の脳に直接届くプライムです。さあ今日も続きをやっていくんですけども、ステージ6、この子恐ろしく怖いね、この画像のステージ6です。今日の3本、妻の浮気を暴いた翌日の朝、そしてメス殺しトンネル、止めない、やめないかな。最近流行っている浮気からいきます。今朝、妻が朝食を作る音で目覚めてベッドから起きたんだ。それでおはようって言いながら2階の寝室から1階のリビングに入ったんだ。そしたらさ、いつもならおはーって言い返してくれるほど元気な妻なのに、俺を無視してひたすら台所で包丁を動かしてた。俺はハッハーンと思った。そういや昨夜、妻の浮気を暴いて激しく言い争ったんだいや待って、昨夜妻の浮気を暴いてる人がハッハーンって抑うつ言える心境ってどんな心境なんだろうね。それで今日、妻は罰が悪くて俺をシカトしてるのか。俺は早くそのことは水に流したいのに、妻かっこ恵子に恵子を水くれって言っても恵子は俺を無視。なんだよ、人がせっかくこの気まずい雰囲気を壊そうと思ったのに。ふと時計を見たら、もうそろそろ会社に行く準備をする時間。俺はそそくさと2階で着替えを済ませまた1階に降りた。その間妻は俺に全く話しかけてこない。俺もいい加減腹が立ち、食卓には俺の分のご飯がちゃんと用意してあったが無視した。俺は日課の出社するついでのゴミ出しをするため台所の横にある黒色のゴミ袋を掴んだ。その中は異様に重く、いつもなら東京都指定の半透明のゴミ袋のはずだったが、今日は黒色の中身が全く見えないゴミ袋だった。そのゴミ袋はあと5個ぐらいあったが、会社に遅刻しそうだったため一つだけ持って俺は玄関に行った。知らない男物の靴もあったが時間にせかされていたため大して気にもせず、俺は集合住宅の階段を駆け下りた。住宅の真ん中にあるゴミ捨て場に勢いよく怒りを込め、ゴミ袋を投げ捨てるとひらりと結び目が取れた。俺はそれを見て愕然とした。というお話、推測。語り手はどうなってしまったのでしょうか。え、妻が朝食を作る音で目覚めてベッドから起きた。おはようって言いながら2階の寝室から1階。元気な妻なのに、俺を無視してひたすら台所で包丁を動かしてた。うん。1階に降りた。うん ?2 階から1階のリビングに入って、あ、2階で着替えを済ませて、また1階に降りて、話しかけてこない。で、ご飯あった。台所の横にある黒のゴミ袋。だから、この今、包丁を動かしてたのは、なんか、あれだよね、多分ね、音だけ聞こえてて、多分奥さんを、妻の浮気相手の男だった。このお台所で包丁を動かしてたの、気づきそうなもんだけどな。で、その、妻を殺して、包丁でさばいて黒色のゴミ袋に入れて、死体遺棄をしようとしていた。だとしよう。で、なんでご飯置いてあったんだろうね。まあ、その男が来る前に、本当の奥さんがご飯用意してたとして、で、ゴミ袋あと5個ぐらいあったが、多分バラバラになってるんだろうね、死体が。だから、どうなってしまうでしょう、みたいな感じだったよね。だから、この後っていうか別にもう、これ分かったら帰んないからどうにもなんない。普通に逃げるって感じだと思うけど、まあこのまま家に戻ったらどうなるかっていうことだと、多分バラバラにされるんじゃないでしょうか、この男の人は。ねえ、異様に重く。そういう系なはず。恵子は俺を無視。恵子じゃないから。妻の浮気を暴いて。ん?どれになるんだろうな。なんか分かってもどれになるんだろうなが多いよね、やっぱどうしても。まあそういうゲームだからね。しゃあないんですが。
あ、それが2階で着替えてるうちに入れ替わった可能性はないか。さすがにないな。その間に紙袋じゃない、ゴミ袋5個は難しいもんね。知らない男物の靴。明らかにこの文章不自然だけど。なんで知らない男物の靴あるんだよっていうね。ひらりと結び目が取れた。あやべ。え、あー間に合わなかった。やだー。お、ふう。ヒント。ヒント。いつもは半透明のゴミ袋を使ってる。そこなの？え、違うじゃんか。これ？え、違うじゃん。いや、な、え？これなの？そこかよ。今日は黒色の中身が全く見えないゴミ袋だった。語り手は、え？俺は昨夜殺されてしまい幽霊となってしまったが、語り手はそのことに気づいていない。そして幽霊となってしまったため、妻も気づいていない。ゴミ袋を投げ捨てるとひらりと結び目が取れた。俺はそれを見て愕然とした。これは自分の死体を目の当たりにしてしまったために愕然としてしまった。知らない男物の靴もあったがとのことなので、妻が語り手を殺した後に浮気相手を呼んだか、もしくは浮気相手と一緒に殺したか。少なくとも浮気相手は語り手の体を解体することに協力しただろう。ちなみに、食卓には俺の分のご飯がちゃんと用意してあったというのはもちろん浮気相手のもの。いや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 、幽霊ゴミ袋持てないでしょうよ。ねえ。ちょっと納得いかないな。はい、次。あれは私が18歳の頃、地元でも有名な心霊スポットへ行った時のことでした。当時私は同じ学年の男子と付き合っており、友人カップル2組とグループ交際をしていました。ああ、ダブルデートとかね。その日は3組のカップル、計6人で山の中にある古いトンネルに向かいました。え？ああ、そっか、そういうこと？自分とあと2組ってことか。トンネルの前にあるスペースに車を止め、静かに中へ。中は驚くほど静かでした。私はあまりにも怖かったので、彼の腕にしがみつき、目を閉じていました。私たちの前では他カップル、かっこ仮に A と B とします。A、やだ B 怖いよ。B、大丈夫だって。いざって時は俺が守ってやるから。A、B、私 B がいれば怖くない。などとバカップルプリを発揮し、ずっとイチャイチャしてくれました。A、B がキスしてくれれば怖くなくなるかも。B、しょうがねえな。B がキスしようとしたその時、おえー、誰かが吐くような声が聞こえてきました。みんながシンとしていると、今度は明らかに私たちの後ろから、チッと舌打ちする声が、音が聞こえてきたのです。私たちはすっかりパニックになってしまい、急いで車に飛び乗り家に帰りました。その後霊感に強い知り合いに話を聞くと、あそこは危ない。特に女性を連れてると、その人は大体不幸な目に遭うから、メス殺しトンネルって呼ばれてるんだ、と教えてくれました。幸い私たちは全員男だったのでことなきを得ましたが、もし私が女性だったらと、今でも鳥肌が立ちます。ね、急に面白い話になった？いや、一番怖いのはこれよ。これ。不正解。有効活用はしません。土地持ってねえし。回答、私たちは全員男。待ってよ。こういうの入ってくんの？急に。怖いよ、意味がわかると。幸い私たちは全員男だったのでことなきを得ましたが、と最後に言っているが、私は同じ学年の男子と付き合っており、3組のカップル計6人、B がキスしようとしたその時、などから男同士で付き合っていることになる。つまり、ということだけど、昔に比べてこういう関係は受け入れられてきている傾向にあるように思う。ただ、男同士がキスをしようとしている姿を見て入ってしまった例からすると、とても怖い思いをしたのだろう。どういう話よ、これ。何なんだよ。面白い話じゃん、これ。はい、次。会社にリストラされて自殺を決意したが、一人で死ぬ度胸がなかった俺は、自殺サイトで仲間を募った。すると3人の男女から返信があった。数日後、俺たちは田舎の小さなペンションに訪れた。もちろん自殺するために。
夜になり死ぬ前の最後の酒盛りをして、それぞれの身の上話をした。ここパチパチうるさいし暑くて臭い、と女の子が言うから、みんなでドライブすることになった。もう飲酒運転なんて関係ない、どうせ死ぬんだから。車内でもお互いの話で盛り上がっていたら、俺はみんなに親近感を覚えて、急に死ぬのが嫌になってきた。なあ、やっぱり自殺するのやめない？俺、お前たちとはいい友達になれそうな気がするんだ。思い切って打ち明けると、みんなしくしくと泣き出した。隣にいた女の子が俺を見て言った。もしかして気づいてないの？え、どうして自殺やめれないのでしょ？どうして自殺をって。をがないからすごい怖い文章に見えるな、これ。どうして自殺やめれないのでしょうかってすごい怖くない？一人で進路業がなかったから、仲間募って三人の男女から返信があり、小さなペンションに自殺するために来た。で、最後酒盛りをして、身の上話をした。パチパチうるさいし、臭い、暑い。と言うから、みんなでドライブすることになった。もう飲酒運転なんて関係ない。死ぬんだから。で、車内で互いの話が盛り上がっていたら、もしかして気づいてないの？え？やっぱでも、おかしいのはこれでパチパチうるさいし熱くて臭い。もう死んでる？おお。ここ熱いね、パチパチうるさいし臭いし、熱いねではなく熱いねと言っている。なるほど。またパチパチで音がしていることからも何かが燃えている。熱くてパチパチという音までしているのであれば、燃えているのはこの田舎の小さなペンションだろう。そして最後の言葉、もしかして気づいてないの？というところから、登場人物はすでに全員自殺を完了した後と思われる。とはいえ話の流れでは、いつどうやって死んだかわからないのだが。なのでもしかしたら、田舎の小さなペンションを燃やして、その中で酒盛りしながら焼身自殺しようとしていたが、ここ暑いね、パチパチうるさいし臭いし、という理由から焼身自殺をやめ、車内で死ぬことにした。そして、もしかして気づいてないのという言葉から、すでに死ぬ以外の選択肢が残されていない状況ということだろうか。なるほどね。いや、にしてもね、納得いかなかったな、あの、2話目。あの、1話目もね、単純によくわかんなかったんだけど、2話目よ。納得いかないな。まあいいや。たまにはね、こういう話があってもいいかなと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。さよなら。